山口俊、山口俊、山口俊、1987年7月11日体は、大分県中津市出身のプロ野球選手、当主、右投げ右打ち、読売ジャイアンツ所属。父は、大相撲の元幕内力士、谷嵐久し、柳ヶ浦高等学校1年時の2、第85回全国高等学校野球選手権、大会へ出場したが、 初戦で、上層学院高等学校に敗れた。は、周期九州大会、明治神宮野球大会で優勝。の、第77回選抜高等学校野球大会に出場し、初戦の天理高等学校戦では、初回に最速時速 151km を計測。NHK の中継での表示は、時速 148km したが、チームは敗退している。 同年夏の第87回全国高等学校野球選手権大分大会では準決勝の試合中に肘を痛めてしまい緊急交板。チームも延長11回まで戦った末に敗れた。2005年のプロ野球高校生ドラフト会議で横浜ベイスターズから一巡目で指名。契約緊急0-0-0-0円。年俸870万円。 金額は推定という条件で入団した。背番号は11。6月23日に1軍へ初昇格。同月29日の対読売ジャイアンツ。巨人戦、横浜スタジアムで、両親も感染する中、公式戦初登板発先発。5回表西まで走者を一人も出さず、6回を投げて、飛安打に四死球0、1失点の内容で、 勝利投手になった。5試合に先発し、1勝2敗、防御率6.43という成績でシーズンを終えた。は4試合に先発し、0勝3敗、防御率6.30でシーズンを終える。も、リリーフのみの16試合にとどまったが、同年の防御率は0.76を記録した。開幕から、セットアッパーとして1軍に定着。 救援で10試合に登板した4月には、投球イニング14回ながら14奪三振、防御率0.64、2勝5ホールドを記録した末に、セントラルリーグの月間 MVP を初めて受賞した。さらに、シーズンの途中からはクローザーに転向。通算では、51試合の登板で5勝4敗18、セーブ、防御率3.27という成績を残したは。 球団がクローザー候補としてクリス・ブーチェックを獲得したことから春季キャンプでは先発投手への再転向を視野に調整していた。しかしブーチェックがオープン戦で不審だったことから公式戦の開幕直前でクローザーに復帰。セントラルリーグの監督推薦選手として初めて出場したオールスターゲームでは2試合を通じて最も印象的な活躍を見せた選手として 松田プレマシー賞を受賞した。さらに、後半戦で、本来の調子を取り戻すと、自身初の30セーブを記録した。は2年連続で、オールスターゲームに出場。2年連続で30セーブを記録した。同年10月22日の巨人戦、東京ドームにて、長野久義に日本プロ野球史上8人目の、代打逆転サヨナラ満塁本塁打を浴びた。 開幕前から金髪にしていたが、シーズンに入ると打ち込まれるケースが目立ち、反省の意味を込めて丸刈りにした。9月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦、横浜スタジアムで NPB 史上25人目の通算100セーブを達成。25歳と53日での達成は、史上最年少であった。それまでの最年少記録は赤堀元幸の26歳と55日。 防御率もクローザー定着後では最も低い1.74を記録したが、同点や敗戦処理での登板機会が多かった影響で、セーブ数は前年から減少した。シーズン終了後のサムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表では、日本代表に選出され、クローザーとして全2試合でセーブを記録。十二月十三日の契約交渉では、早ければ、 翌シーズンの終了後にポスティングシステムによるメジャーリーグ球団への移籍を目指す意向を球団側に伝えたが実現には至らなかった。は、5月の時点で4勝を記録。44試合に登板したが、救援失敗を繰り返したため、2軍への降格を3回経験した。ホルヘソーサがクローザーに定着したシーズン途中に1勝を上乗せしたが、全体では、 7セーブ、防御率5.40と低迷した。開幕から操作につなぐセットアッパーを任されたが、5月終了時点の防御率が7.62に達したため、先発へ再び転向すべく2軍で調整。6月1日の第千葉ロッテマリーンズ戦、QVC マリンフィールドで2007年9月19日の対広島東洋カープ戦。 以来7年振りの先発登板を果たすと、6回に、被安打無失点の高騰でシーズン初勝利を挙げた。公式戦での先発登板で、勝利投手になったのは、2006年の1軍デビュー戦、以来8年ぶりであった。この月には、先発登板4試合で3勝1敗、防御率0.99という好成績を残したため、自身2度目の月間 MVP に選ばれている。さらに、 7月1日の1中日ドラゴンズ戦、石川県立の球場では、3回表の第1打席で初本塁打を記録。9月には、3日の対阪神タイガース戦、甲子園球場に11奪三振の力投で1、群発の関東勝利を果たすと、さらに9月10日の対東京ヤクルトスワローズ戦、横浜スタジアムでは4アンダム支給で、プロ初方勝利を挙げた。 9月は2冠風を含む3冠刀でリーグトップタイの3勝を挙げ、自身3度目の月間 MVP に選ばれた。シーズン全体では月間 MVP を2度獲得したほか、リーグ最多の3冠刀を記録。8章5敗3ホールド、防御率2.90という好成績を残したことから12月11日の契約交渉後の記者会見では、よくも、 先発投手に専念することを明かした。4月25日の対中日戦、横浜でチームのシーズン初完投勝利を挙げるなど、先発投手として自身3連勝を記録。ただし、同年は試合途中の6回に失点を重ねる傾向が見られた。他、好調な打線の援護にも恵まれていた。5月中旬から不調に転じると、7月4日の 大阪新戦でシーズン初黒星。7月11日の大東京ヤクルトスワローズ戦で、シーズン3敗目を喫してからは、1軍と2軍を何度も往復した。結局3勝を挙げただけで、7月以降に6連敗を記録。防御率も4.49にとどまった。は、下円達也に代わって、球団の選手会長に就任。球団の仕事始めであった月日には、 かつてのチームメイトでもあった新任のアレックス・ラミレス監督から公式戦の開幕投手に初めて指名されたがオープン戦期間中に調整の目的で登板したロッテとのイースタンリーグ公式戦3月12日で一塁へのベースカバーへ入った際に右足首を捻挫。この事態を受けて首脳陣は開幕投手をイ・オサメ・ショウイチへ急遽変更した。 同年4月9日のタイヤクルト戦、横浜でシーズン初登板、初先発を果たすと、自身2年振りの本塁打を放って、シーズン初勝利を許可。さらに、セパ交流戦の期間中には、セリーグ球団の投手で初めて2試合連続完封勝利を記録。7月上旬の時点で、両リーグ単独トップの3完封勝利を記録するほどの好調を背景に、オールスターゲームでは、 セリーグの監督推薦選手として、第2戦、7月16日、横浜での先発が内定していた。しかし、7月9日の投球練習中に、左足首を捻挫。その後の診察で、左前拒否人体及び、軽備人体の損傷が判明したため、オールスターゲームへの出場を辞退するとともに、伊予サムが、代替選手として出場。 山口と共に監督推薦選手へ選ばれていたチームメイトの石田健大が第2戦の先発を務めた。8月3日に一軍に復帰してからも右のエースとして校長を維持。9月3日の大半新戦、甲子園で自身初のシーズン10勝に到達するなど、チーム史上初のクライマックスシリーズ進出に大きく貢献した。レギュラーシーズン全体では19試合の登板に、 とどまりながらも、11勝5敗、防御率2.86という好成績をマーク。関東試合数5と関空試合数3は、リーグトップであったが、先発で登板した9月10日の対中日戦、名古屋ドーム後に、右肩痛を発症したため、レギュラーシーズンの残り試合や、ポストシーズンでの登板機会はなかった。2016年のレギュラーシーズン中に、 国内 FA 権を取得。ポストシーズン終了後の11月8日には、選手としてせっかく取れた権利なので、プロ野球選手としての評価を聞きたいという気持ちが強なったという理由で、権利を行使する意向を涙ながらに表明した。11月10日付で NPB からフリーエージェント宣言選手として公示されると、翌11日には、 巨人が3年契約を条件に山口への入団交渉を開始。同年に名古屋ドームでの主催公式戦で山口に2戦全敗を喫した中日も契約期間5年規模、年俸総額10億円以上という条件で交渉に入った。FA 宣言選手の残留を認めている DNA でも契約期間3年、年俸総額5億円以上という条件で 残留交渉を続けていたが、同月29日の交渉中に、山口型球団へ移籍する意向を表明。12月1日には、巨人が山口から入団の意向を伝えられたことを公表した。なお、山口は2016年に、推定年俸8-0000円という条件で DNA と契約していた。FA の行使に関する NPB の規定では、この年俸が、 B ランク同年に DNA へ在籍していた日本人選手の上位4位も中位以内に該当するため巨人には DNA に対する人的または金銭保障の義務が生じる。このため巨人は12月12日までに DNA が人的保障措置で獲得できる選手の名簿を同級団へ提出。 2017年1月5日に人的保障選手として平健太郎 DNA が獲得した。2016年12月5日に巨人が山口の入団を正式に発表。山口自身もソフトバンクから FA 権の講師で移籍した森福正彦と共に入団記者会見へ臨んだ。背番号は42で巨人に在籍する日本人選手が 背番号42を付ける事例は、1967年のドラフト3位で入団した大隅正人が、1968年に短期間着用して、以来49年ぶりである。年俸については、入団当初の推定で8000000円とされていた。しかし、NPB の FA 規約第7条による特別な事情の申請がコミッショナーに認められていた。 ことが後に判明したため、実際には2億5000万円程度と見られている。2は、前年から続く、右肩痛の影響で、春季キャンプを3軍でスタート、開幕に出遅れたものの、6月14日の対福岡ソフトバンクホークス戦、東京ドームで、先発投手として遺跡後初登板を果たした。この試合で6回表終了まで、無安打無失点に抑えると、 山口の後を受けて登板したスコット・マシソンと、アルキメデス・カミネロもソフトバンク打線を無安に抑えた、ため、セリーグ史上初の系統によるノーヒットノーランで、遺跡後初勝利を挙げた。しかし30歳の誕生日にあたる同年7月11日に、東京都内の飲食店で泥水中に、右手の甲を負傷。さらに、山口が負傷後に訪れたメグロクの、 東方大学医療センター大橋病院で泥酔状態のままトラブル、出入り口の扉の損壊や男性警備員への暴行に及んだとされる疑いが浮上した。上記の事態を重く見た球団は事態の全容が判明するまで山口の登板を見合わせることを上級疑いが発覚した7月18日に決定。先発が予告されていた同日の対中日戦名古屋ドームは 中日球団からの承諾を得た上で、高木隼人を急遽先発させた。8月18日には、上記のトラブルに関して、障害と器物損壊の疑いで、書類送検に処された。山口は容疑を認めており、記者会見で謝罪を行った。被害者との示談も成立しており、当初被害者が警察署に提出していた、被害届も取り下げられているといい、同月23日に、 東京地検は山口を不起訴処分とした。また、球団は一連の行為が、統一契約書第17条模範行為に違反し、プロ野球協約第60条の不貧行に該当すると判断。同協約に基づき、8月18日からシーズン終了の11月30日までの出場停止、事件当日の7月11日から、 出場停止処分が決まるまでの8月17日までは1日に月年俸の300分の1に相当する罰金。出場停止期間中に当たる8月18日から11月30日までも1日に月年俸の300分の1に相当する原報を課すことも決まった。罰金と原報の総額は1億円以上に上るとされている。また、この処分については甘すぎるとの苦情が 球団に寄せられているが、日本プロ野球選手会からは、交渉時の経緯等から、処分は不当に重いとして、球団に処分の再検討を求めた。その後、山口は、二日後の二十日に練習を球場で再開し、チームメイトに謝罪した。前述の抗議については、知らなかったと困惑していた。オフの契約公開では、契約期間が一年短縮されたものの現状維持で、 サインした。7月27日に、史上79人目のノーヒットノーランを達成した。投球内容は、出塁を許したのは、大島洋平への支給一つのみ、循環前試合としては、史上14人目である。なお、この日の中日ドラゴンズの先発は奇遇にも前回の、セリーグのノーヒットノーラン達成者、山井大輔、2013年6月達成であった。また、 100セーブ以上をマークしてからノーヒットノーラン達成は山口俊が史上初の快挙となった。チーム事情で9月以降はリリーフに回ったもののプロ13年目で自身初となる規定投球回に到達した。打者に対してやや左足を一塁方向へずらしてセットするスリークォーターから ディリ,リーフ時代の平均球速約時速1 4 8トル、最速時速1 5 7トルのストレートと落差の大きいフォークボールを軸に縦横のスライダー、カーブを織り混ぜて勝負する速球派投手。先発転向後はシュート、SFF も使用し始めた。さらに2016年からはワンシームを習得している。その一方で死球によって 相手打者の負傷が相次いだことにより、小足屋と呼ぶメディアも存在する。2012年7月8日の中日戦、名古屋では中日の4番、トニ・ブランコの左手に支球。ブランコは左手甲を骨折し、長期離脱となった。抑えで登板した同年8月2日の広島戦、横浜では9回表 1C12 類、DNA が5から1でリードした場面で、代打。 相沢翼の右目下部に子球をぶつけ研究退場。相沢は尾骨を骨折し、顔面から大量出血し、救急車がグラウンド内に乗り入れる騒ぎとなった。試合は、菊池和正が1失点に抑えて、DNA が5から2で勝利したものの、DNA は広島に配慮して、ハイタッチ及びヒーローインタビューを自粛した。 先発で登板した2014年7月21日の対中日戦、横浜では、先頭打者から4球で3連打を浴びて、先制を許すと、4番、和田和弘の左頭部に支球。試合開始から5球目での危険球退場処分という、当時、NPB1 軍史上最短記録を残した後に畑予習が4球で退場。NPB の軍公式戦で一死も取れずに、 危険級で退場した先発投手は史上3人目であった。2015年4月4日の対東京をヤクルトスワローズ戦では田中博康の頭部に指揮をぶつけ危険級退場。危険級退場の回数が NPB 最多退記録の3回に達した。2014年12月25日にグラビアアイドルの香織と結婚した。この時点で 香織が芸能活動を事実上休止していたことから当初の発表では結婚相手を一般女性と表現。香織自身も同日付の公式ブログで結婚と解任を伝える記事を掲載した際に山口への配慮などから結婚相手の使命を伏せていた。しかし夫が山口であることを一部の週刊誌が報じたことから2015年3月14日に 公式ブログを通じて山口との結婚を正式に公表。同月21日には前日20日に第一子長女を出産したことを報告した。2016年には山口の先発が予告されていた8月20日の対中日戦横浜試合前に香里が第二子長男を出産。山口自身も当時の自己最多記録に並ぶシーズン八勝目を挙げている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。